ヒアルで作った鼻先なんて札幌雪まつりの氷みたいに溶けてなくなるんです。だから症例写真って大体直後とか長くて1週間まででしょ。今回はですね、ヒアルロン酸注入についてお話ししたいと思います。特に注意点と知っといた方がいい事実についてお話ししますので、これからプチ整形でヒアルロン酸をお顔に注入したいっていう方が、もしいたらぜひ参考にしていただきたいなというふうに思います。 もうねヒアルロン酸といえば僕ら美容外科においては必要不可欠な治療であり、えー、患者さん側からするとものすごく低侵襲ダウンタイムが少なくてかつ美しくなるためには非常に有効な治療の1つだとは思いますが今世の中でヒアルロン酸の注入ってめちゃくちゃ流行ってませんこれね実はもう最近出てきてるものじゃなくてもう大昔からある治療であって ここに来て SNS の背中に押され、第何時ぐらいかわからないけど、ヒアルロン酸のブームが再び起こっているというのが現状なんですね。もうね、タピオカみたいなもんで、昔からあるけど、なぜか今大バズりしてみんなに行き届いてるっていうのが現状なんじゃないかなというふうに思います。なんで、いずれ多分ヒアルロン酸のブームが去っていて、やがて亡くな、まあ亡くなることはないんだけど、こう、まあ、 薄く残ってブームが去った後にこに必要な時だけやっていくっていうことになるんじゃないかなと思うんですね。 今はものすごいブームなんで、ちょっとね、手軽さがあるがゆえに、えっと、誤って入れ方、入れてしまうとね、なかなかめんどくさいことが起こるんですよ。で、それが何なのかについてお話ししていきたいなというふうに思うんですね。まず、ヒアルロン酸っていうのは何者かっていうと、まあ、ジェルですよね。ジェル、ゼリーをお顔の中に入れて膨らませるっていう治療なんですよ。つまり、えー、何かを足して、 何かを膨らませるっていうことだから基本的には足すことしかできないんですね何か膨らみすぎているものを減らすことはできなくて膨らんでいる高さに合わせて足してならすっていうのがこのヒアルの大前提でございますでえっとまあ地球上においてですねものって基本的に丸くなろうとするんですよだからお顔の中にあっても 基本的に丸くなろうとするから、都合がいいわけ。で、えー、都合がいいのは、特におでこ、こめかみとか、頬とかね、丸くなったらかわいい、丸くなったら張りが出て、丸くなったら綺麗になるっていうこと多いと思うんですけど、これがですね、えー、形作りにおいて、実はですね、ヒアルロン酸がお顔の中に留まっているときに、皆さん、大体いいヒアルと聞くと、 吸収されてなくなっていくって思うじゃないですか。ところで,ですね、ヒアルって意外と知られてないと思うんですけど、一個目の意外と知られてないポイントとしては、意外と吸収されないっていうこと。例えば僕たち日々の診療でね、もう5年前にヒアル入れてるんで、もうお顔に残ってないと思うんです。だから手術してくださいって依頼されることは多いんです。僕の場合は目の下ですけど。ところが、 5年前に入れた目の下のヒアルを触ってみるとね、残ってたりとか、実際に開けると中に存在してたりするので、意外とこれ、吸収されないっていうことなんですよ。なので、5年前、10年前に入れてたヒアルロン酸が未だに残ってるっていうことがよくあります。なので、吸収されていくと思いきや、実は残ってたりするっていうのが、一つ目の意外と知られない注意点です。二つ目はですね、 ヒアルって、まあこれ科学の話ですけど、1cc のヒアルは実は6リットルの水を吸収して保持することができるということですね。つまり、ヒアルロン酸は水をもらうんですよ。だから、お顔にヒアルを 1cc 入れたら6リットルの水をもらうことができる。 一応、ポテンシャルを持ってる。だけど実際に 6cc も水もらっててもとんでもないことになるんだけど、まあ、そんなことは起こらないんだけど、そういうポテンシャルを持ってるからこそ、弱点としてはね、ヒアルを入れているお顔が、たまに風邪ひいた時とか、レーザー受けた後に、なんか悪目立ちする、入れた部分だけ膨らんじゃうっていう現象が起こったりするんですよ。だから、ヒアルロン酸を入れすぎていくと、 その現象が起こったりするときに意外といややこしいっていうことなんですね。膨らんで欲しくないところが膨らんじゃうということ。それから、一番最初に戻るんですけど、意外と知られてないのは、まあ、常識的に考えればわかると思うんですが、ヒアルは足すことしかできないんですよ。なので、次足し、次足しでいくと、麻痺していくんですね、感覚的に。だから気づいたときに、 結構膨らみすぎてるっていうことがよくあったりするんですよね。でこれ分かりやすいのが、まあ、あのまあこれ何て言うのかな別にディス炊とかでもないんだけどヒアルロン酸で有名な先生のお顔を見てたりするとね結構パンパンだったりするんですよ。だからね自然に自然にって本人が言ってるけどだんだん入れてったらね感覚が分かんなくなってヒアル顔にやっぱりどうしてもなっちゃうんですよね。 でかつ水をもらっちゃうので体調によってはすっごいむくみやすくなったりとかこんなにお顔って自分の顔むくみやすくなってんだっけっていうぐらい、えー、意外と大きくなりすぎちゃうっていうことがあったりするんですよねで注意点としてはですね入れるのはめちゃくちゃ簡単めちゃくちゃでもないんだけど技術的にはね難しい部分もあると思うんですが、えっと、注意点としては一つはですね足すことしかできないからなくすってなると 溶解剤があって、その溶解剤でもってなくするんだけれども、入れた場所って誰にもわかんないんですよ。一応決まってる場所ってあるんですが、溶かそうと思うと、要はこれも科学でヒアルロン酸がある場所に溶解剤が入れば、初めてヒアルって溶けていくんですけれども、入れるより溶かす方が実は難しいということを、 多くの方は知らないいんんじゃないかななかと思うんですね。なのでこの簡単に入れてしまうっていうことに対して実は取り除く方が難しかったりするのでまあ手軽さはそうなんだけども1度や2度ぐらい入れる分にはいいんですが定期的に前側のヒアルロン酸をやりすぎちゃうと気づいたらヒアル側になってしまってなくそうと思うにもなかなかなくせないっていうこと がやっぱり起こったりすると思うので、そのあたりやっぱり慎重になって考えた方がいいのかなというふうに思います。それから安いヒアルロン酸はかなり作られている環境と製材自体は劣悪だったりするので、それは正直手を出さない方がいいと思います。薄めているクリニックもあるようなんですけれども、まあ、薄めている場合はね、お金を土分に流しているだけだから、まあまだいいんだけども、 えっと、製剤自体が劣悪,劣悪だったりすると、アレルギー起こりやすかったりするので、そうすると体に害が出てくるから、そういう意味では、金額の安いヒアルロン酸は、ちょっと注意点としてはあるんじゃないかなっていうふうに思います。最後にですね、最後に、最後にですね、あの、今流行ってるヒアルロン酸の中で一番こう、皆さんの目に留まるのは、鼻のヒアルロン酸じゃないかなと思うんですが、鼻のヒアルロン酸、 一見聞こえ良さそうじゃないですか。ヒアルで鼻の形が綺麗になった。で、その鼻の形を動画写真でおくあのお送ったりすると、なんだもう手術いらないじゃんって。簡単にヒアルで作れるんだったらもう手術いらなくねって思っちゃうかもしれないけど、皆さんよく考えてほしいんですが、一番最初に戻っていくと、ヒアルロン酸は膨らませる治療なんですよね。で、基本的に丸く膨らませるのには得意。 だけど、シャープな形を作るのには非常に向いてない。お顔のここって非常にシャープにしていかないと、尖がった高い花って作れないんですよ。基本的に戻ろうとする力って絶対に働くので、綺麗に伸ばせたとしても、鼻先のヒアル綺麗に伸ばせたとしても、結局は戻るんですよ。結局は元の状態に戻るから次足そうとする。 そうするとまた綺麗になって、また戻る。気づいたら結構なヒアルロン酸で、かつそれが膨らみすぎて団子鼻になっちゃったっていうこともあったりするので、お花のヒアルもしやるんだったら、一回に限った方がいいと思う。シミュレーションで自分の花がこれになったら嬉しい。じゃあそれになるように手術しましょうの方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。なので、これ、 証明されてると思うんだけど、皆さん、症例写真を見たときに、花のヒアルロン酸って、直後の写真よく見たりするんだけど、1週間目、1ヶ月目と時間経ってた時の写真って見たことなくないですかなので、基本的にここを作られても、2週間から1ヶ月ぐらいでは、ほぼね、ほぼとは言わないけど、かなりの割合で元に戻っちゃうんですよ。 そうすると物足りなくなってまた追加したくなっちゃうっていうのを繰り返してっちゃうんですよね。ですので、今僕が言ってた、あの、意外と知られていない注意点であったり、まあ本当に注意しなければいけないっていう点を考えて理解した上で、ぜひプチ整形との付き合い方を見直してみてはいかがかなというふうに思います。ヒアルガお化けにならないようにしてくださいね。以上。